言われたんですよ、名人から。あんまり名人から何か喋らかないんですけど、うん、名人が言われたのが、うん、僕はみたいな、ネクステとかも別に好きですけど、ヒカルチャンネルのヒカルさんが好きなんですよ、ね、で僕みたいな人多いと思いますよ、ね、僕はヒカルさん見たくて、ヒカルさんの話聞くのが好きで編集とかしてるんで、ヒカルさんが主役じゃなかったら意味ないんですよ、ね、言ってて、ちょっとなんかこう忘れてたというか、自分でもなんかこう、うん、仲間が増えて、その仲間が活躍する姿を見て、まあ、それでもいいかって思う自分がいて、だからネクセンどっかの動画で言ってると思うんですよね。ネクセンの時はあんま喋らないようにしてるとか、うん、ただやっぱこうネクセン以外でもそうなっちゃってるところもあって、うん、結局なんかこう譲ってるというか。でもやっぱ世間とかもちろんこうみんなが求めてるのってプレイヤーとしての光るなんですね、うん、間違いない。実際こう MC とか監督とかそういうのじゃなくて、ガンガン最前線で戦ってるプレイヤーとしての光を求めてるっていう、うん、それに改めて気づいたっていうのは正直あって、うん、自分じゃ分かんなかったというか、うんうん、それを名人が言うってちょっと衝撃っすね。でも実際多分絶対あると思うんですよ、やっぱ、うん、光るチャンネルじゃないですか。だからやっぱり光るが活躍してるの絶対見たいと思うし、あくまで僕らってもう光るがハンバーグだったらパセリとかフライドポテトだと思うんですよ。まあいいフライドポテトになれればなと思うんですけど、うん、僕らは僕らでどれだけこうハンバーグがね美味しくなるようにっていうのをやっていかないと、なんかこう主役としての自覚を失ったというか、うん、まあ、ネクステのメンバーとかもちろん、ネクステ以外の時のほぼネクの時もそうなんやけど、うん、みんな頑張ってるから俺ばっかが出過ぎてもなって思ってる自分がいたんですよ、ね、うん、そういうのはもうやめにしようっていう。みんな求めてるから、ね、絶対見てる人も。さよならー。